うちょっと先ですね。マンションなんですよね。この近くですね。覚えがある。この辺りなんですけどね。多分ね、この辺だと思いますよ、ね。はい。本格姫路焼き。揮発ですか。おお。あれじゃないですか、ゲーム機。故障したゲーム機でも買い取り、買います。ここですか。ここですね。はい。行ったことあるんですよね。一回来ました。両方にいるとこ、マンションの一室みたいな。あ、そう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 。ゲームと併設ですね。はい。ここですか。ここですね。はい。じゃあ行っちゃいますか。行っちゃいましょうか。はい。富士富士。はい、ということでね、今回はマンションの一室じゃないですか、ここ。そうですね。ショップなんですか、これ、本当に。カルチャーって書いてある。ご確認ください。はい。ピンと押してもいいですか、いきなり入っていいですか、いきなり入っていいんじゃないですか、いきなり入ってる。はい。行きましょう。準備中じゃない。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。僕が行きます。あ、かわいい。また、嘘つきって。寝起きドッキリやってる人はこういうのとんだから。おお。タチャとかわかるの。こんにちは。今日大丈夫ですか見て。ありがとうございます。あらー、なんかすごいですね。ありがとうございます。記念されたんですかこの。あの前はその5階だったんですよ。3階の方に。これ全部移動させたんですか。まあ大変でしたね。ですよね、これは。警備員さん、この人が上の時に来たんですかね。そうみたいですね。はい、そうみたい。そうなんですよ。下の方はその前、ゲームセンターだったんですよ。え、ここはゲーセンだったんですか。え、そういうことって可能なんですか。あ、可能ですよ。認可はちゃんと取ってます。管理会社とその大家さんが OK 出す。あ、そうですね。そう、まあ、なんか難しそうですよね、それに。法的な問題があって。あ、え、じゃあゲーセンの方はなくなったんですか。そうです、ゲーセンの方はなくなった。あ、そうなんですね。ここはゲーセンだったんですね。なんかね、奥の方にあった時ですね。それがそのなんか、ね、移転前の。これ MVS とかこれは売られてるんですか。あ、これ今販売です。MVS 高い安い分かります。分かりますよ。じゃあマジカルドロップ3いくらですか。そんなに高くはないかな。聞いてみてください。高そうなやつ、パッと見て高そうなやつだと戦国3とか。基本的には戦国伝承3なんですけど、海外版なんで、うん、そんなにはない。おいくらですか。8000か3万8000か、あれ書いてあるんですね、一応値段は。ざっくり倍ですね、国内版。これは時価なんですか。じゃあまあ全然頭の中入ってるんで、でも相場もすごい変わってんじゃないですか、例えばまあ2万円なら2万円と。買う人はもちろん買うんですよ。買わない人がいたら初めてそこで調べる。あ、値段を言って買わなかったら、うん、それはこれは高いのかなってちょっと考えるんですか。そうそう。ああ、なるほどなるほど。じゃあお得なことが多いんですかね。じゃあこれは、これもはっきり言って今もうアホみたいに高いですからね。いくらぐらいするんですか。じゃジャンクで5000ぐらいです。いや、ちょっと昔の情報が入ってたらもっと安いと思っちゃうじゃないですか。ですです。その辺の考え方がまあ人それぞれですよね。こっちのハミコンとかもこれは売られてるんですか全部。あ、こっちはまあ一応全部販売です、ね。あ、ディジャムの箱付きでいくらですか。ディジャムの箱付きだと2万8000ですね。SM 調教師瞳番外編はいくらですか。これ箱だけです。あ、箱だけなんですね。一応販売してるんですか。買いたいっていう人があれば。いくらですか一応。5800万ですかね。あー、なんか痛みですね。傷んでんのか。58ですね、これ。はい、どうすかこれ。欲しいことは欲しいんですけど、ちょっとここが気になるかな。でも安いのか58って。まあそうじゃないですかね。あ、ちょっと考えさせていただいたんです。まああの、はい、リミックスはですね、どこにでもあるけど、番外編はないんですよ。番外編はまあちょっと探すの面倒くさいですね。ってことは箱が貴重であると。え、もう全部の機種大体分かるんですか。大体あれ。どうぞ。じゃあちょっとこれちょっと後で考えますので、はいはい、見させていただきます。 はい、どうぞ。ありがとうございます、はい、すいません、よろしくお願いします、はい、いや、なんかすごかったですね、いきなり。天狗がはがき付き3万。これは税込みなんですか。税込みのやつもあったり抜きもあるんですけど、基本的に税抜きともあってますから、2つ値段があるやつは税込み税抜きなんですよ。あ、はい、じゃあ、はい、です。なかなかないいものはとにかくありますね。メタルストーンとかね、カービィセットで3万円。何が新品です。ああ、そうなんですね。あ、仲良し2万箱付きだ。そうです、説明書がないんですよね。基本的にはテッコマンブレードが誰も言ってくれないんで、非常になんか不安定。ゲームボーイ5万円新品、見たことがないっていうか超貴重であると。だから5万でも安いってことですよね、多分。安いと思いますよ。フリントストーン新品3万円、これはどうですか、安いですか。あ、それ状態良くないですかね。あ、でも新品なんですね。まあ一応 いいのはいっぱいあります。で、どっち見ます。奥もいっぱいあるんです。あ、すいません、じゃあちょっと奥に見させていただきます。はい、こういうところにもあるんですね。そう、いろいろと。あ、こんな感じだったんですか。そうだ、こんな感じでしたね、はい、この数面白いでしょ。だからこう連れていきたいなーなんて思ってたんですよね。いい感じですね。メタルギアツ箱のみ12,000円。箱のみ12,000円。これ MSX ですね。いや、でも箱のみ1,000円安いかもしれないですね、今となっては。こんな感じですね。あ、なるほどね。うん、ゲームボーイと
あとハードで済むはずのソフトがあります。これはなんか生活感も冷蔵庫、電子レンジ、あ、まあ、あ、ここにも、あ、もう箱製いっぱいありますね、これね。そうですね、セレクション、うん、これはあ、なんか書いてあるのか、みんな書いてないか、これはもう確認するしかないんじゃない。ああ、そうですね、まあそこまでしかないんで。これはまあ新入荷だってこと。これは値段書いてありますね。ゴーストバスターズが4500円、切なし。これも値段がついてないですね、うん、あとですね、これだクリオフ3500円、こう裸やばいですね、この感じ。裸すごい数ありますね。1本ハミコン、まあ、1本500円ってことですか、これ全部。あ、そうですね。あ、箱付きもこんなやばい数あるんですね。これ前何買ったんですか。この間は、うん、この間ってこの間来た時はアダプター買って、うん、なんかケーブルを1本買いました。あ、これ値段書いてないですね、これ、まあ、確認ですね。よくまあまあそこまで欲しいものではないんで。あ、でもこの辺とかも綺麗であれば欲しいんだよな。ズガーっていっぱいありますね。そうですね、なかなかな来たこと。綺麗ですね、これ非常に綺麗です。2500円、すげえありますね、はっきり言って。切なし、2000円、計算ゲーム、うお、プラケースなし、うん、2200円、買います。あ、買います、買います。すげえですね、やばいですね、面白いでしょ。はい、ヤムシナン91、2200円なのかな、そんなもんですかね。これもね、まあちょっと僕ると思うんですよね。なるほど。オッターマン2500円、意外と綺麗だったんだけど、ここはちょっと切れてる。2号ですね。なるほど。軍人将棋珍しいんですけど、今のところ来てないですよ、これも1600円。これも一応買うか、箱付け珍しいから。ゲップされました。してました。どうですか、すげえ餃子の味わいがこれ綺麗ですね。あ、いいですね。買っちゃいますか。どんどん買いますね。やっぱね、この箱付けこんだけあるとやっぱね、見栄えもあるし、どんどんいっちゃいますよ、これ。ジーザスも結構綺麗じゃない、これ。あ、ちょっとこれがあるのか。4400円かな。テープですね。あ、切りのボンボン撮影にしてる。いくらかはわからないかな。まあ、聞いてみるんですね。あ、そうか。まあ、後でまとめて聞く手もありますね。そうそうそう。下の方に。ここにもなんかやっぱ、あ、イース2。いくら3850円。あ、まあ、こんなとこかな。前7000円で買ったじゃないですか。はいはい、すごい綺麗なやつ。はいはい。太陽の神殿、いくら書いてない。スペーサリアは綺麗だったら欲しい。普通か、普通なんですかね。6800円、まとまって取れちゃいやすいんじゃない、これさすがに。書いてないか。ランボ書いてなくてもいいなと思ったやつは後で値段を聞けばいいんですかね。あ、聞いた方がいいですね、本当はね。聞くやつも分けて取るなと。普通の大衆的なナンバーが多いかな、この辺は。で、まあちょっとおね、これ裸ちょっと吸っていきますか。色分けですね。どっかでも見たことあるような綺麗なグラデーションですね。説明書のみとか売ってるってことですかね。あるんじゃないですか、これ。あ、外箱のみとか。いくらなんだろう、一個一個値段の聞いてみるしかないんじゃないですか。あ、一回聞いた方がいいのかな。あとゲームの箱のみ、いっぱいありますね。光、意外に綺麗じゃないですか、これ。ん、あ、箱つたりなんだ。高さ一応聞いてみるか。いや、スタッフを呼びましょうか。いるんすか。一人呼びましょうか。あ、じゃあ聞くやつちょっと、はい、これ、じゃあこれ、これを持ってってもらっていいですか。スタッフ店長に値段を聞くやつ知りません。あ、あの、難しいですか。やばい量ですね、これはなかなかね。あ、本当ですか。こういう流れになり、この辺のコーナーのとこにこのやつがあるということですね。説明書のみ、箱のみ、いくらか聞いてみるということですかね。あ、どうなりました。あ、テレビ追いかけのまだ持ってるな、これ。え、これ俺家にあるな。これ何でしたっけ。これマークスゲインにつけてテレビに映すやつですね。これはいくら、4、これか。そうですね、5280円。え、キングマンが12000円。キングマン好きだね。これ買いましたね、すなまじ。そうです。ケーブマンが3800円。このシリーズ今日よく見るな。これ面白い、外れないですよね、この形ね。そうですね。コード類とか書いてあって、こっちは、はい、コードはね、まあちょっと言えるんですよ。あ、ジーコサッカーだ。ジーコサッカーは箱付きを買ったらダメって作ってたやつが言ってましたよ。当たりは箱に入ってない、うん、裸でオリジナルの箱に入れる。そうそうそう。あ、でもね、これね、ジャケットがね、見たいって言われることあるんですよ、結構。
カード入ってるとこですかね。じゃないですか、入りって書いてますよ。28、まあ意外に安いんじゃないですか。28、何のカードかは分からない。ハイパーリメンションは高いんじゃないかな。だよ、1万2000円ずんと。ハイのカード E3 もなかなか高いと思う。じゃん、うん、遊び方シート付き1万2000円。遊び方シートこれについてるんだ。ヨッシーのロードハンティングとヨッシーのクッキー作ったな。これね。それと、はい。これバズーカですね。これは安いんじゃないですか。書いてないから。6か、まあ、6。これも意外に日焼けてるけど、はい、シートしてる。これも聞きたいね。ゲンさん。箱だけシリーズ。これも一応聞きたいね。箱いっぱいあんな、ここ。そうですね。箱だけでも全然。テニスオーザー高いんじゃないですか、ね、お値段も聞くパターンですかね。バラヤロありますよ。それは本物。あ、ご飯気よった。釣りとかも。釣りもやっぱスポーツですよ、カウントでしょ。ああ、そうですか。釣り基地全体はまた違うんですけど、キャラが乗ってると。いや、世間いっぱいです、これは。ああ、そう。釣りだと、まあそうですね、大概はそのスポーツ、あ、スポーツと捉えられちゃって。なるほど。こっちは、ここがギアですね。ギアとかってどんなんだろうな。ゴルビー。パイプライン。はい。なんかあんま欲しくないやつはそんなね、気にはなるんですけど、はい、聞かないでおきます。何個も聞かれちゃうとね、聞いちゃうと。まあまあ、ご迷惑ですからね。これは3800円。ギアスタジアムそこそこ高いんじゃなかったっけ。これはない。2個あります。そんなしかないね。スワンが結構綺麗かも。すげえ気になるやつだ。今日まとめて聞くっていうとこですかね。じゃあ書いてないやつ、じゃあそっち行くと、はい、あ、はい、これがなんかさっき整理中の見ていいですかね。見ていいらしいです。出して、あ、すみません、ありがとうございます。あ、愛の劇場いいじゃないですか。時々なんかあの新品にかかったやつは、はい、新品とかでいいんですよ、はい、でも当時シュリンクなしで売ってましたよね。そうなんですよ。元はシュリンクなしで売ってるから、スーパーというか、この辺がそのつけた、つけたっていう話ですね。うん、使おう。まあそれのカセットはまあそうなりますね。さあ、仕方がない、ね、あれは。あ、なんか6個もあった。お、何個も結構いっぱい。これはまとめてこちらに寄りに来る方は、そうですね、業者がその工事ずっと貯めてて。これでも入荷したの最近なんですか。まあ、これは木曜日。全部ですか。全部まとめて、まあ、一つの業者が、なんで金額はやっぱり入りましたね。すげえいいのがありました。ありました。まああるじゃないですか、全体。まあまあ確かに。ドラゴンバスター2とかね、ありますね。なんか最近ファミコンでドラゴンバスターの配信をやった人間がいたんでね、ちょっと気になったなっていうだけの話なんで。ちょっとじゃあこの辺り、じゃあ値段を聞く方向に。今聞いた方がいいですかね。これいくらですか。いや、この辺全然わかんないんですよね。多分適当に答えるしかないんですけど。あ、まあちょっと待ちます。じゃあ後で。あ、僕はこのメルヘンメイズの箱が気になりますけど、ね、あ、しかもドラゴンスピリットの。これいくらが適正か決めてください。これすげえじゃないですか。これこの状態だと3万とかで出したら普通にすぐ売れんじゃないですか。あ、これワンピーガンですね。セットで5万とか6万だったら売れんじゃないですかね、すぐに。あ、なるほどですね。はい、アーケード版のルパン三世のコンパネのレバーとかについてるやつで、普通ボタンって右についてるんですよ、うん、左についてる。だから時代がちょっとあって、でワンピーガーだけセレクトができるから、ワンピースタート、ツーピースタートをセレクトができるから、ワンピーガーだけこうベッド穴がついてるんですよ。そうですね、結構高いですね。しかもこれ新品ですよね。これなんかそれっぽいですね。あ、これショーケースは、あ、ショーケースにはなんか結構普通のやつが入ってるの。そうですね、こっちはなんかまあ俗に言うのがありまして、中が売ってて、あ、ほんとだ。あ、ちょっとお高めですか。まあ2000円は安いですね。はい、じゃあちょっとこれを富士、富士、この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。